やっぱ大阪メンバー多いということで、うん、ちょっとぜひ東京の方に知ってほしい実態を今日は喋りたいんですけど、西川きよし師匠という方がいらっしゃるんですけども、まあ、すごい大重鎮で、もう僕らの本当大師匠で吉本を大きくされた方、もう完璧なレジェンドなんですけど、ちょっとこうちょっとつ盲信すぎるところがありまして、ちょっとまあ天然な部分があるんですけど、一回僕ナンバーグランド花月の出番をちょっと大悟が新幹線寝ちゃって、新大阪過ぎちゃったんです、東京から来るときに。で岡山まで行っちゃってて、で僕だけ劇場に行ってたんですよ。えらいことしたなと思ったら、次の出番が西川きよしだったんですよ。でそれを代わってもらわないとダメっていう、もうこんなことありえない状況なんです。吉本めちゃめちゃ気まずい、はい、僕らみたいなペーペーがきよし師匠と出番代わってもらうなんかもうゾッとすることなんですけど、きよし師匠にすいません、ちょっと大悟やっちゃってましてって言ったら、かめへんよ、もうかめへんかめへん、もうやすし君なんか、もう毎日それやったみたいな、それで僕も頭下げたんや、君の気持ちも分かるみたいな、あとノブ君なって、こんな出番順なんかお客さん知らんねんって言って、そんなもん黙って西川きよしがトップバッター出て、次が千鳥出て、何も問題ないがな、すいません、ありがとうございます、ありがとうございますって言ってて、で僕一応ちょっと反省の意味を込めて袖で見てたんですよ。したらきよしをバーッと出ていって、いきなり今千鳥が大遅刻をしております、皆さん西川きよしがトップバッターおかしいと思います大悟は前の晩酒を飲んで今岡山まで寝とるらしいです全部やってる、全部言ってる客もええみたいな失礼な子たちみたいなってで僕を見つけたんですよ、きよし師匠パッと見つけて、おい相棒出てこい相棒出てこいって言われて、すいませんって僕出て行ったら、その何言われるのかなと思ったら、ほんま君お前やすし君思ったら殺されとんだよそれだけ怒られたかんねんってまあまあその裏ではほんまの本心で、まあ舞台の上ではお笑いにしようということだったので、その優しさがそうなるわけですよね。まあ西川きよし師匠の話なんですけど、そのまあきよし師匠そんな結構こう天真爛漫な、ちょっと天然な方なんですけど、ものすごい優しいところがございまして、で僕が去年ちょっと脳の病気しまして入院したんですよ。はい、2週間ぐらい入院した時に、その入院したというもうニュースが出たその夜に清師匠からその電話がありまして、でもその頭痛いんですよ、すっごい、すっごい脳の病気って出てるのに、大体の人はメールなんですけど、直で電話ありました。頭痛いなと思いながらまあ出てたんですよ。偉い人育てないかと思って、まあ、調子って感じで出たら、ノブ君大丈夫かみたいな、あもう全然大丈夫ですみたいな言ってたら、明日お見舞い行きますみたいな、明日昼にお見舞い行きます、ああ本当ですか、いや師匠大丈夫ですよ、いやもうこれは可愛い後輩がそんなあかんって言って、行きますって言うから、うわまずいなと思ってすぐ嫁に電話して、夜の会やけどごめんって言って、ちょっと掃除しに来てって言って、病室とかまだちょっと師匠が来てくれるから、散らかってるから、こう掃除しに来てって言って嫁来てくれて、で掃除してくれたんですよ。でそっから師匠6日間来なかったんですよ。ええってなって来ない来ないと思って、嫁ももう掃除も仕切ってるのに来おへんなと思ったら、あもう忘れはったんやなと思ったら、6日後にガラッと開いて遅れましたいや遅れすぎやろと思って、いや遅れました、いや遅れるのレベルじゃないけどなその夕方ぐらいやったら遅れたですけど、6日はもうと思って、でも来てくれて青森から歩いてきたやつはそんぐらいなんですよ。はい、で清師匠がそのいやー本当だ容態はどうやって言うから、僕こうこうこうですって喋ってたら、いやーよかったって言って、主治医を呼んでくださいって言って、今すぐ主治医をって言うから、で僕ナースコールで主治医の方来てくださいって言って、主治医の方バーって忙しいのに来てくれたんですよ。したらてっきりノブ君を助けてくれてありがとうございますとか言ってくれるんかなと思ったら、
先生、今から僕も MRI 取ってください。こんな話聞いてたら怖なりました。後輩の容態より自分の健康気になって。で、見たことないですよ、あのお見舞いに来たスーツのまま MRI 入ってた。そんな人おる。スーツの上ジャケットの MRI 出てきて、でその診断結果が、清は64歳なんですけど、うん、今まで見た64歳の中で一番ツルツルの脳をしてるっていう。シワが全くないツルツルの脳をしてますって言われた時に、僕なんか、あ、そうやろなって。そうやろなやろ。そうやろなやろか。ちょっと 思ってしまったという。すごいな。でも本当優しい、お見舞い金もどっさりいただきまして助かりましたけども。でもツルツルでしたね。ツルツルでした、まあ、素晴らしいもうレジェンドでございますけども。いや本当そうですよね、はい、いやもうそれさえつけたら OK になると思うじゃん。俺も流そう思ったけど遅いわ。イオシチョウの話をテレビですると、もう毎回電話かかってくるんですよ。ああそう、絶対この夜もかかってくるんですよ、前電話かかってきて、ありがとうないつも、あのヘレンがお礼を言っといてくれって毎回言うみたいな。あの今度お礼に2人でトークライブしようって。どんなお礼やねん。2人でトークライブするお礼って何。飯行こうとか欲しいもんあるかわかんないけど、一仕事一仕事大仕事な。肩こるだけのな大仕事やんと思うんですけど、もありますという優しさは。小籔さんって、うん、あのこう人の、うん、天然話とか人の格好悪い話をするじゃないですか、うん、小籔さんが格好悪いってことあんま見たことないじゃないですか。あんまりね、僕ちょっとめちゃくちゃダサいとか見たんですけど、小籔さんがね電話かかってきて、ちょっとノブあの明後日休みちゃうって言われて、あで休みやったんですよ、うん、休みですって言ったら、出雲行かへんって言って、で出雲大社に行くって言って、すごい最近あの神社仏閣に凝ってあって、出雲大社が今年なんかすごい御利益がある年やから式年遷宮の時やったみたいなんで、行こうって言われて、あ行きましょうお願いしますって、行く道中のその羽田空港でご飯食べてる時にずっと、ああ売れたわみたいな。ああノブ売れたわ。プライベートで言ってる、うん、カメラの前じゃなく、うん、じゃなく、え全然もう二人きりで、ああ売れた。痛い本気、痛い先輩やん、覇者やな、みたいなことをずっと言ってるんですよ。めんどくさいなと思いながら聞いてたんですよ。のくせに、うん、出雲について、うん、それ出雲大社回ったり、うん、いろいろしてる間、うん、全然顔もさせられない。なんかそのそんなもん、こんな目立つ大きいのに、パンさんとか見てますとか一切なしで、スッスー歩けてしまった。何やったのあの売れたわのダサい宣言はと思ってたんですよ。したら夜ね、あのどうせやからなんかどっか行こうかって言ったら、なんか一軒だけ出雲にフィリピンパブがあったんですよ。したらもう男2人ですから、まあなんか行ってちょっと飲んで帰ろうかみたいなんで、フィリピンパブウィーンって入ったら、フィリピンパブのお姉ちゃんたちが、うん、ギャーみたいな、すごい来てくれたのみたいな、お出雲のなぜこんなとこに来てくれたみたいな、私たちはもうすごい感激してるよって10人ぐらいのフィリピンパブ嬢が小籔さんにブワーって寄っていったんですよ。さすが小籔さん、フィリピンパブの人に人気あるんやと思ったら、そのフィリピンパブのお姉さんたちが、うん、店長店長すごいよ、フィリピンのバスケットボールプレーヤー。フィリピンの有名なバスケットボールプレーヤーと間違えられてたんですよ。こんなところに来てくれたの、祖国の英雄が。似てたんでしょうね。ガー寄ってきた時売れたな思ったけどな。うわ来た時売れたな思ったけど、ダサかった、あれはダサかったなという言うな、そんな初めて見ました。本当に確かに出雲大社式年遷宮ですから、ものすごい混んでる時でしたけど、はい、一切顔ささなかった。まだまだやなと思いましたね。ですね、僕島で生まれ育ったんですね、瀬戸内海のものすごい田舎で、
あの本当に信号もないですし、バスもタクシーもなくて、うん、ものすごい田舎で、本当に自動販売機が初めて島に来た時ちょっと行列できたぐらいのところです、ぐらい何もないところなんですけど、やっぱそういう島ってちょっと変わった人がたくさんいまして、うん、本当に皆さんでは想像できないようなおっさんが一人いたんですけどね、うん、それはあの通称ジャッキーって僕ら言ってたんですけど、それはあのその当時僕らがその当時地球上で一番強いのはジャッキーチェーンやと思って、うん、そのジャッキーチェーンと互角に戦えるぐらい強いんじゃないかあいつはっていうことでみんなジャッキーって呼んでたんですけど、そのうち本当にすごくて、毎日なんかちっちゃい赤いバイクに乗ってるんですよ、うん、ちっちゃい赤いバイクに乗ってあの海に潜る時のウェットスーツをいつでも着てるんですね。全着てで、これ本当なんですけど赤いカーネーションを加えてるんですよ。いつでもでバイクで走ってて、でそのなかなかの仕上がりですね。なかなかなんですよ。あれ子供の頃やからなんか騒いでましたけど、あんな今おったら絶対見ないですけど。でそのちょっとテンション高い日はこの小学校のグラウンド入ってきてドリフト始めたりするんです。かなりなんですよ。危険人物なんです。ただ優しいところもあって、そのなんかあの子供の日の前日ぐらいになったら、その島の周辺の道を鯉のぼりをくくって走ってくれたんです。イベントをお知らせしてくれてるから。ただもうそんなのもあるんですけども、そんな怖いじゃないですか。どう考えたの？どう考えても怖い。だから僕らも島の小学生とか中学生はそのジャッキーにできるだけ会わないことを願って日々生活してたんですね。で、ある日僕は中1の時にうちの島のそのビーチで海岸でみんなで泳いでたんですよ。楽しく。だから山の頂上でそのジャッキーのバイクの音が聞こえたんですよ。ああ、うん、でパッと振り向いたら山の頂上でもジャッキーがふわーって言ってるんですよ。これは危険な時のジャッキーやということで、ほんまにビーチがもうそのジョーズが出たみたいにブワーってみんな怖がってるから散らばったんですよ。ドワーって散らばって僕らも逃げろみたいな感じでバーッと逃げていったら、ジャッキーのバイクがどんどん近づいてくるんですけど、僕の計算よりジャッキーのバイクが近づいてくるのが早いんですよ。でパッと振り向いたら山って大概こういう道になってますよね、うんうん、この道関係なしにここをズズ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 ズうちの島の端っこに、猫岩っていう、うん、平家の偉いさんの飼ってた猫がたどり着いたと言われてる岩なんですよ。でそこではその漁師さんたちもみんなその漁してはいけないというか、なるほど、みんな誰も近寄らないんですよ、はい、神聖な場所だ、ね、神聖な場所だからそこは行っちゃいけないってなってるんですけどね。で中学校ぐらいの時に、でもよく考えたらあそこ誰も手つけてないし、うん、むちゃくちゃ潮の流れも速いし、サザエとかアワビむちゃくちゃおるんちゃうか。おお、あ、なるほどね。手つかずやから。手つかずやから。あ、ほんでそこに僕らちょっと怖いもの見たさじゃないですけど、まあ行ったんですよ。なら、いやこんなとこそんな出えへんやろ言いながら行ったら、その猫岩から黒い手がガバーってなったんですよ。おお、でうわマジで幽霊出た思ったら、そっからジャッキーがガッサー出てきてサザエ山ほど取ってたんですよ。なんなんジャッキー、完全なるキテレツやもんな。かなりのやつですね。僕瀬戸内海の小さなすごい田舎の島で生まれ育ったんですよ、はい、で本当にバスもタクシーも信号もないコンビニとかもないんですよ、はい、だからちょっと皆さんとこう、育ってきた環境が違うと言いますか、うん、でその島はやっぱ島のルールみたいな、東京とはやっぱ違うんですよね。で、まあうちその貧乏っていうのもあったんですけど、その昔ですよ、相当昔、僕は小学校3年生の時ですけど、今はそんなことしてないですけど、僕ん家の家の移動手段が下部にの荷台に板くくりつけて、それに兄弟3人でしがみついてたんですよ。こういう状態で姉ちゃん姉ちゃん僕みたいな、はい、で島ですからね。でそれででも別に僕の友達とか車持ってる人もいて、
で、あの運動会の日にいつものようにお父がほな帰るぞ乗れ乗れ言うて、うん、でもさすがにみんな友達が車で帰っていく中、うん、その下部の荷台の長板にくくりつけたやつに乗ってるのちょっと恥ずかしいというかこんなのは嫌やなと思って、で家帰ってちょっとこう落ち込んでたんですよ。ほんでお父が何をお前な落ち込んどんかいってなって、でもそうあのお父はやっぱそのわしも車欲しいわっていうの言ったんですよ。おっさんやな。だからそのうちの親父が、うん、なんやお前車欲しかったんかいってなって、早言わんかいそんなことを言うて、日曜日まで待っとけって言われて、でわし日曜日になったらそのお父が車を買うてくるわ思って、うん、日曜日まで待っとったら今度お父がその下部の荷台の板を取って、うんうんうん、そこに発泡スチロールをくくりつけたんですよ。でその発泡スチロールにうちの島で採れた海の幸の冷凍をパンパンに詰め出したんですよ。でそれを乗っけてほんなん行ってくるわ言うてフェリーに乗ってそのバイクごと本土に行ったんですよ。で後々聞いたらそこに電話の権利書もなんか挟んでたらしいんですよ。とにかくその海の幸と株一台で音は本土に向かって夕方にブルブルの軽音で帰ってきたんですよ。ブツブツ交換してきた。誰にどう頼んだのか。でも未だに忘れないですけど小学校3年生の時もう こんな車があるのかっていう、この何この銀色みたいな銀色安い灰皿の銀なんですよ。の K でもうボロボロで、で 4WD って書いてあるんですよ。で 4WD って絶対ないんですよ。お父が乗って帰ってきて、で車じゃ言うて、で家族初めて家族5人でその K で島でドライブをその夕方するぞってなって、でまあ、お父がこう運転して僕らこう乗ってですね、お母が横に乗ってこう走ってたら、うちの島信号もないんで最初の曲がり角で、クラクションを鳴らしたんですよ。でパッて鳴らしたらパーが止まらなくなったんですよ。もうボロ何をしても止まらないですよ。もうパーなんですよ。でそのボロボロの銀の 4WD でその山本家がその帰るに帰れないから島をもう一周せんと、家に帰ってくるのにそのこの車を買いましたよみたいなアピールみたいなパーって言われて、ほんなら姉はもう顔真っ赤にしてもうやめてくれ言うて、でお母もまたもう車止め言うて、まあ恥ずかしいけやめ言うとるけどもうどうしようもないじゃないですか。でもこんな時ってうちの親父が一番辛いはずなんですよ、どう考えても。その音がこの時どうなっとんな思って横で僕が見たら音をまっすぐ前向いて、ちっちゃい声でパーッなんでやねん、なんでやねん、いまだにわかんない、なんでやねんだからおかしいって言い過ぎたの。今すぐ聞け、なんでやったの、聞ける状態じゃない。ちっちゃい声でちょっとパーッなんで後押ししたの。うちのまた島の話なんですけど、はい、あのまあ、さっきのパー言うてた親父なんですけど、親父、はい、が、まあ、やっぱりパー言うぐらいで、まあ、島から出たことがないというか、うん、島で生まれて島で育って今も島におるんでその島以外のこと知らないんですよね。はい、だから僕もその島にいる頃は全然知らなかったんですけど、子供の頃その
マクドナルドに連れて行っちゃら言うて、で船で行かんとダメなんですけど、マクドナルドもないんで、で結構なとこまで行かんとマクドナルドがないんです、船で1時間ぐらいって。で家族で初めて今日はマクドナルドの食うのって言って行った時も、もう親父も知らんから、そのマクドナルドでもうずっと待ってんすよ、その注文聞きに来るまで。そんな感じの、だから何も知らないんですよ。でもそのうちの弟、その 海のこととか島のことならまあ詳しいというか、ずっと育ってますから。でうちの島ってほぼといいますか、その自給自足といいますか、自分の食い物は自分で取ってこいみたいな。で実際取ってこれるんで、でそれを食べるみたいな感じがあるんで、僕もちっちゃい頃からそうやって魚取ったりしてたんですけど、その大潮の潮がそのすごく引く日に、朝の5時ぐらいに、あの暗い感じの時に、あの 海辺をここ海岸を歩いていくと、こうナマコを取れるんですよ。で弟が朝の5時か4時ぐらいに、大悟行くぞ、ナマコ取りに行くぞ言うて、で眠たいけどまあ行こうかな思って、その海岸歩きながらナマコをこうやって膝ぐらいまで水に浸かれば行ける感じなんですよね。で取る撮ってたら、そのごっついのがおら言い出して、ごっついアワビじゃない大悟、お前こんなアワビはこんなアワビ、お前ごっついアワビがおるじゃないって。アワビですから、ナマコ取りに取って、アワビってまあなかなかその島でもあんまり取れないんですよ。サザエとかはいるんですけど、アワビはなかなかない。しかもこのアワビはなかなか取れんと。でも大悟、お前よう覚えとけよと。アワビっちゅうやつは一回手伸ばしたら、触ったら岩にクッとなるから、あの素手で行こうとして失敗したらもう取れん。もうこんなごっついアワビをお前はこれ一回失敗したら取れんけ。でもちょっとわしがここでこのアワビのところでおるから、もうあの岩場ですから、どこかどこかわからんようになるんで、ここにわしがおるから、お前家帰ってちょっと出歯取ってこいと。出刃包丁、ほんでお前が取ってきたらそれで一発で弟がこのごっついアワビを取っちゃうなと。で弟がごっつい言うてるんですけど、僕はそれ水の中にあるんですよ、手突っ込んだらこれぐらいのところにあるんですけど、僕はそれがアワビじゃなくて石にしか見えないんですよ。弟が力説しとる、絶対手出せないこのアワビって言うとるアワビが、こう石じゃないかな。でも弟も石、もう早を取ってこい、もう潮が満ちてきおるけ、早を家帰って出刃取ってこんと、お前こんなグッズやる取れんようになるというけ、あれ石じゃないかなと思いながら、小学校の時その暗い岩場を小学生が一回家帰って、ほんで出刃持って、ほんでもう一回その帰るんですけど、帰りながら、あれ弟あれ石なのな、あれどうする気かな。ならもうで石、やっぱ石やって言うてやろうと思って、着いたら、どうそれもう石ちゃうかって言うてやった方が、取った時に石やったらさすがに恥ずかしいだろうと思って、で石言ってやろうと思ったんですけど、もう潮が満ちてきて、でもそのアワビ取りたいから、もう音ここぐらいまで水使ってるんですよ。水使ってるんですけど、もうここの下に俺が動いたらあかんから、もうわしの出刃を取ってくるのをもう待ってるから、こんな状態の音に、もうその音石やって言われへん。ここまで来たら、ほんでもうほんな取ってくれって出刃渡して、音がこれアワビっちゅうの一発だけの、いいほんまに一発だけの言うて、ガバガバガバって入って、あーってやったら、持ち上げたんが石でもなくてドライバーの先やったんですよ。あ、ゴルフの石でもない、僕は石やと思ってる、音はアワビやと思ってる、でもそれ出してきたんがドライバーの先やった時の音が僕に、なんでなって言ったんですよ。違うわ。なんでなんだ。違うよ。違うよ。それもパーも全部聞いてこい。なんでなんだ。聞いてこい。まずパーも。パー解決してないからな。未解決事件。未解決事件。未解決事件。こ
子供の頃のちょっと切ない話でもいいですか。はい、あの僕瀬戸内海のちっちゃい島で生まれたんですけど、そこはまあ人口も少なくて、で、あの、まあ、島独特なんですけど、まあ、8割9割が石屋なんですよね、僕の島は。うん、石屋。石屋さんで、だから、なんていうんですかね、社長と雇われ人というか、っていう、はっきりしてるんですよ、その、島内での、金持ちと金持ちじゃないが、がもうはっきり分かってるんです、もう誰が何っていうのが、で。そういう島で生まれ育ちまして、うちの親父は、その、まあ、雇われてる方ですよね。で、うちの親父っていうのは僕とまたタイプも全然違う、おとなしいおっちゃんなんですけど、その、まあ、学校で僕が喧嘩して、同級生を、まあ、泣かしちゃったとするじゃないですか。なら、うちの親父、僕の家庭を食わしてる人の家に謝りに行かんといけないとかね、その社長の子供の場合は、でそういうところにまあ僕と弟と謝りに行って、で僕はまあそんなんうちの親父からしたらとんでもないあの辛い思いのはずなのに、帰りのこの軽トラで車に乗りながら僕には一切怒らずに、そのすまんのと、わしは頭やったらなんぼでも下げちゃるけ、お前は好きなように生きろっていう、いうタイプの、つまんのわしは頭しか下げちゃれんみたいな。で、そんなお父さんが、まあ、うちもそんな、裕福でもないですけども、親父も島で生まれて、島の男なんで、船がやっぱり欲しい。なら、その、18万で船があった。って言ってんすよ。で、子供心に18万で船なんかあるんかな、と思いながらも、18万の船を買ってきたんですよ、うちの親父が。でそれに嬉しそうにペンキで幸福丸って書き出したんですね。でペンキ塗って釣りに行こう言って、で僕小学校4年生の時に親父と一緒に海に出るんですよね。でこう釣りをするのに島の端っこの岩場にロープというか錨を引っ掛けて、でそこからロープがたらーっと垂れてる、ここで船をこう流しながら釣るんですよ。だからここにはこうロープが張られてるじゃないですか。そこに島の金持ちのうちの弟よりその当時10、20ぐらい下のクルーザーがブーって来たんですよ、すごい船が。だからうちの弟はここにロープがあるから大慌てで、あかんあかんって言って、ここロープがあるんじゃって言い出したんですよ。ほんならそのクルーザーがブーっとギリギリ止まって、おいゴルラーって言って、どこで釣りしとんねんこの貧乏人ゴルラーって言い出したんですよ。でうわどうしようと思って、で聞きたないけどもう船の上やし、聞くしかない、でうわどうしようってボロクソ言われてるんですよ、親父は。そのおいこれキヨシって、うちの親父キヨシって言うんですけど、キヨシお前みたいなお前の言って、こんなとこで何釣りとんだ、船こう立たれってお前調子乗ったんかこら、うわほな音はその言われてる方にずっと背中丸めてこうやって聞いてるんですよ、でガーって言われて、わしは聞きともないけど、もう聞くしかないし、せめてその親父なんか言うてくれと思う、で、でも何も言わずに親父はずーっと聞いて、そのクルーザーがブーンって立ち去っていったんですよ、でうちの親父がこのその僕に振り返った時に言うセリフで、なんかわしの人生決まりそうな気がしたんです、その時、おすごい大事な子供の時に、で何言うかなと思ったら、あっち大間違いしてんですよ、うちの親父振り向いてしわくちゃな顔で、お前はああなれよって言ったセクシーセクシー、それで僕は芸人になることを決めたっていうあるんだね、切ない話っていうことで始まって、ほんまにそうやとは思えない。いや、じゃあ、ちょっとでも言うとか、ほんまに切ないから。切な。切なかったですよ。耳取れる思ったの初めてですもん。こういう表現なんです。耳が取れる。わかりました。ありがとうございました。
あれ大悟大悟ちょっと切ない話になるんですけど、でも大丈夫でしょうか。でもちょっと聞きたいなっていう。あの先ほどのうちの親父の話なんですけども、うん、本当に人がいい、僕と全く違う、その腰の低い頭ばっかり下げるうちの親父なんですけど、うん、島から一回も出たことないような、うん、僕がこうやって芸人でちょっとテレビ出るようになってから実家の島に帰ったんですよ、うん、なら弟が島の親分のとこに挨拶に行くどって言い出して、まず、うん、なんか60も超えた親父がわしになんか親分っていう存在がおるんやって思いながら、まあね、はい、そのまあ要は島のまあ社長、大社長にいつもお世話になってるから、お前テレビ出るようになってんやか、であと毎年のお前からじゃ言ってよ中元を送っとんじゃって、はい、僕は送ったことないんですけど、うちの親が買うて大悟からですって、いくらお世話になってます言うて、なんか持って行っとると。でそれをお前これから親分とこ行くけ車乗れ言うて、うん、ちょまあ弟、まあ、世話になっとるし行こうかな言うて、なわしからわしが買うてきたことにすりゃいいんだよこの土産をというか、うん、なおそうしてくれ言うて、このまた軽トラでバーっと走り出して、な弟が大悟今わし何しとるか知っとるかって言い出したんですよ、うん、で知らん、もう仕事あんましてないんかって言ったら、おあんまりもうの仕事はあれじゃなくなっての今の海行ってのできるだけ丸い石を見つけて親分とこ見せに行くんじゃ、なんじゃその仕事はと思ってね、そのできるだけ波で角が取れた自然でできた丸い石を見つけ次第島の親分に見せに、おうちの親父は日頃やっとるんだと思うて、おーそうか、そこでね、なしとなとは言わないから、おーそうか、丸いんが見つかったらええの、おーこの前も丸いん見つけて持って行ったんじゃ親分のところに、でそうかそうか言って、その家に着くんですね社長のとこに、ほんならこの大悟が今日帰ってきましたんで言うて、わつめ下げ言うて、ああどうも言って、弟お母がいつもお世話になってます言うて、でこれ大悟からなんか親持ってきたんじゃ言うて、でどうぞ言うて、まあなんか買ってたやつですよ、はいはい、ほんならそこそのお家がほんでもうそれ食べましょうみたいな、なんかゼリーやったんですよ、をなんか床の間に通してもらおうって、でわしと弟を座って、ほんでそのゼリーが出てきたら、弟がうわこれの買うた時からええやつじゃ思うとったんです言うて、もうあんた買うたんバレとるでと思いながら、まあまあ今言ったらなんかその細いカップのゼリーをもうその一口ぐらいシャコシャコシャコって食いようんですよ、うん、でああって食いながら、ほんならその親分がおい大悟って僕に、うんうん、お前よう頑張った、うんのテレビ出て漫才師で、うんうん、確かにこの、島ではの、うん、東京の社長さんになった人もおる、うん、大学のごっついとこ行った人もおる、病院の先生になった人もおるわ、うん、わしはいろんな人を見てきた、その中でものお前が一番すごいわ、うん、見てみこんなもん言うて、うちの弟をうちの弟もへえみたいな、おへえ言うとんな思いながら何こんなもん言うて、帰りに、うん、弟がやっぱ僕なんか言うてくれると思ったんですよ、うん、はい、お前はこうなるような日から、うん、船でこうなるような日から芸人になって弟と違う生き方して、うん、テレビ出るようになって、うん、弟があれだけ言う親分から、うん、島で生まれた誰よりもすごいと弟をわしは言ってくれたで、うんうん、弟さぞかし鼻が高いじゃろう、うん、もうて帰り車で弟が何言うんかなと思った弟が、うん、大悟見たか、床の間に丸い石飾っとってくれたの。何なんこれ。何のジャンルなんこれ。何のジャンルか、いい話というか、全てが入った話ですよ。
Thank you.